ミカサ、よかった無事に来れたんだね。ようやくもらった時間を無駄にできない。急ごう。調査兵団の新兵、なんであの子たちが本部に。ハンジは相変わらず飛び回っているらしいな。はい、確かめないといけないことがあると。ああ、義勇兵一人連れ回すことを許可したが、君たちとエレンを面会させることはできない。どうしてでしょうか。義勇兵とエレンの接触が明らかになったからだ。エレンは義勇兵と密会したことをひた隠しにして今回のマーレー強襲撃に及んだ。現在は密会を企てた首謀者や関係者への調査が続いている。エレンは今回の発覚を受けて以降黙秘したままだ。彼が単独で過ごしたマーレでの時間についても依然として空白のまま。おそらくエレンはジークに操られていると我々は見ている。他ならぬ君たちだから話したが、くれぐれも内密に頼む。エレンが、そんな。エレンはどうなりますか。それは、うん、何でもない。置き場に困ったものを先ほど新兵に運ばせたのだ。しかし相当、エレンが黙秘するのでしたら、なおのこと僕たち二人がお役に立つのではないでしょうか。確実にエレンから真意を聞き出せるとは申しませんが、試して損はないはずです。事態はより慎重を期す。話は以上だ。なぜ、アルミンの言う通り損はないはずなのに、どうしてダメなの。考えられるとしたら、平成剣はすでにエレンを見限っているのかもしれない。失礼します。もしそうだとしたら、始祖の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよミカサ。大丈夫、バレないようにできる。今兵器違反を犯しちゃまずいよ。状況がこうなった以上、兵団の方針をいち早く知る必要がある。何があっても私はエレンを。